やらない後悔でもやって後悔したもん。いいじゃん。すぐ人に聞かない。あのね、人に聞くとまたその知識だけが来ちゃうのね。自分が本当に会いたいかどうか。自分がこの仕事が合ってるか合ってないかってことを人に聞くもんじゃない。自分が体感して体験していかないと、後で人のせいにするから。あっちにぶつかって、こっちにぶつかって、ぶつかるのが若さなんだから。そこの中で自分で、あ、こっちにぶつかったな。さ、この間もぶつかったっけ。あ、じゃあ今度はぶつからないようにしようって自分の中でこう、構築していくんじゃないかな。自分というものを自分自身の俯瞰で見てできるかもしれない。できるかな。自分とのこう、会話をね、しょっちゅうやりましょう。やらない後悔をね、やっぱりもう本当先人たちがみんな同じこと言いますよ。やらない後悔でもやって後悔したもん。いいじゃん。反省はね、いいんです。毎日反省していいんです。でも、後悔は、日々の中では後悔しない。反省をしよう。反省の繰り返し。それで前へ行こう。